ご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。前回で首位に立ちついにマジック点灯。順調に数を減らしております。今回は2025年9月からです。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなくプレイボールです。第1打席。これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは上本。本日は1番で起用。ファール。第2球投げた。打ちました。第3球打ちました。いい当たり。センターへ上がった。取りました。第2打席投げた。決まって2アウトながら勝ち越しのチャンス。次は5球目打ちました。抜けた。ヒットでチャンス拡大。ホーム。上本ナイスバッティングです。第2球打った。源田バックしていった。余裕があります。しかし近藤選手凡退で三者残塁。第3打席投げた。決まってストライク。第2球投げました。打ちました。村上ボールを掴んだ。一塁送球アウト。上本第4打席投球は3球目投げました。同点に追いつくチャンス。次は4球目投げました。おっつけた。ファーストの右ゲッツーコースだ。残念。タッチアウト。一塁はセーフ。第6球をランナー自動的にスタートします。打ちました。近藤選手フルカウントからしぶとくレフト前へ。上本選手は3塁へ。投げました。打ったい当たりだ。宇宙間へのフライですが、さらに井上選手のタイムリーで生還。試合はそのまま勝利。翌日第1打席先頭バッターは上本。第1球決まった。ストライク。第2球投げた。もう投げた。打った。ファールボール。さあ4球目ボール。さあ5球目インコース三振。空振り三振。第2打席投げました。決まってストライク。第4球を投げました。打ちました。三塁線いい当たりですが左に切れていきます。2打席連続三振。第3打席第5球投げた。もう第6球を投げました。3打席連続三振。第4打席第2球投げた。9回ツーアウト。タイミング合いません。第3球を投げた。打った。セカンドが落下点に入りました。掴みました。ゲームセット。最後のバッターとなってしまい悔しい完封負け。上本選手は疲労蓄積も考慮され未出場の試合が増える。上本選手5試合ぶりにスタメン復帰。コールス選手は30号到達。1点リードの9回はクローザー田坂選手が登板。しかし浜田選手に逆転スリーランホームランを打たれサヨナラ負け。佐藤選手の2発で快勝。ついにマジックにとする。勝てば優勝の可能性がある一戦。第1打席初回から先制のチャンス。第2球投げた。見送って。第3球を投げた。空振り。第4球を投げた。三振。空振り三振。第2打席第4球を投げました。ランナー満塁のチャンス。次は5球目投げました。打ちました。ファーストの横。ファーストこれは守備範囲内。森下第3打席低め見送ってストライク。第4球を投げた。打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。第4打席第3球を投げました。
打った、引っ張った、切れていきます、ファウル。投球これから4球目、打ちました、本日初ヒット。上の第3球を一塁ランナー出た、キャッチャー二塁送球、盗塁成功。第6球を投げた、しかし後続倒れて生還ならず、ギリギリ。試合は9回、クローザーの田坂選手が登板、しかし逆転のタイムリーを許すと、代わった湯浅選手もツーランを浴びてしまい、この回計4失点。第2球、その裏は大山選手のホームランで1点を返すも追い上げならず、試合は敗戦。しかしマジック大賞チームも敗れたためにマジックは1に。翌週の試合、第1打席、第1球投げた、インコース高め。第2球、中野スタート、投球ボール、二塁送球、中野選手盗塁失敗。投球これから4球目、ストライク。第5球投げた、打ちました、吉川掴んだ、一塁送球アウト。第2打席投げた、打ちました、アルボー。第2球投げました、打った、吉川掴んだ、二塁フォースアウト。最悪のゲッツー。3アウトチェンジ。第3打席投げました、ノーアウト一塁二塁のチャンス。第2球投げました、打ちました、左中間のフライ取りました。ランナーそれぞれ、ランナー進められず、これでは第4打席、投球はこれから3球目、打った、ファール。さあ4球目、インコース引っ張った、三塁線破った、三塁線を破るヒットで出塁。打ったバッター一気に二塁へ向かう、二塁はセーフ、投げた、打った、破ってった、佐藤選手のヒットをレフトが後逸し、同点のホームを踏む。ジャイアンツ逃げ切り失敗、追いつかれました、1対1。第5打席、ここはバントに警戒します。試合は延長に突入、行ったか、どうだ、入るか、レフト後退、レフトの頭上を越す一打でチャンス拡大。上本、投球これから4球目、インコースのボール左へ、打球はレフトの左へ、佐藤選手のタイムリーで生還。その後さらに3点を追加、裏をきっちりと抑えて試合に勝利。阪神3連覇達成です。ドラフォーレースを制したタイガース、本当に素晴らしい。秋山選手が完封勝利。シーズン最終戦、第1打席、第1球低め、第2球打ちました、サード右、村上取った、一塁送球、一塁アウト。第2打席追加点のチャンス、外れてボール、フルカウント。さあ6球目、ランナー一斉にスタートします、打ちました、ファースト左横のフライになりました、ファースト落下点、取ってアウト、スリーアウト。第3打席、第1球投げた、打ちました、初球打ち、初球を積極的にライト前へ。さあ投球は5球目、打ちました、1、2塁間へ。しかし近藤選手凡退で2者残塁。3アウトチェンジ。第4打席、投球これから5球目、もう第6球を1塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、2分5、なんとかゲッツーは回避。ワンアウト。第5打席、第6球は内角外れてボール。さあ7球目、流し打ち、どうだ、抜けた、1塁線を破るヒット。上本、一塁蹴って二塁へ、バッターランナー二塁でストップ。上本、第2球投げた、打った、ツー、近藤選手のヒットで進塁。近藤ナイスバッティングです。投げた、初球打った、センター前進。しかし佐藤選手凡退で2者残塁。試合は勝利。今回はここまで。